バチコイ心理学ラジオネーム、夏美、かっこ小2さんからのお便りです。小2が聞いていいラジオなのかなはい。バチコイありがとうバチコイ夏美のパパです。パパか何でも質問に答えてくれる素敵なお兄ちゃん2人組がいるんだけど、なんか聞きたいことあると娘に尋ねてみましたお二人から素敵な回答をくださることを楽しみにしてます、はい、多分夏美ちゃん小2からの質問ですね。絵を描くのが好きで将来は漫画が絵本を描きたいです。もっともっと絵が上手くなるにはどうしたらいいですかというお便りです青木くん大爆笑めっちゃ笑顔可愛すぎるでしょこれはちょっといやお兄さんっていうかおじさんスマイルですねこれはすごいスマイルだね。おじさんスマイルだな。今年何回かズームでやりとりしてるけど一回もこんな笑顔見たことないわ。いやースマイルすぎて涙出てきましたこれが癒しかこれが癒しだと思うぞ。もうニッコニコじゃないか青木くん。あれ青木くんの癒しはこれだ。これだった。ちょっと夏美パパさんぜひ早めに次のお便りも娘さんに聞いてくださいラジオでお見せできないのは申し訳ないですけどめっちゃ笑顔ですね今もうね若干顔がねあからめてるもんね。嬉しすぎて。いやー照れるなこれはちょっと本当にここはやっぱりね青木お兄さんにちょっとね夏美ちゃんにお答えをしてもらおうと思いますけどいやちょっと専門外すぎて何も言われんけどもでも楽しいって書いてるのはいいですね。本当に普通だ普通すぎるいや頑張って書いて楽しく書いて頑張ってると思うよ。本当にすごいただ褒めてるだけじゃないかただ嬉しくて褒めるっていう楽しいことをいっぱいやってでそれをずっと続けてたら絵も上手くなってきっと漫画家とかにもなれると思うんで頑張ってください。だそうです夏美ちゃん。はい。大人の回答は岩野さんから。はいじゃあシュルタオさんからの回答はね夏美ちゃんデッサンしなさい。上手な絵をなるべくたくさん真似て描いていると、上手になると思います。上手な絵っていうのは例えばどういう人の絵ですか？まあでも好きなやついいと思うから、ね、鬼滅好きだったら炭治郎めっちゃ描くとかさ。ああなるほどな。でやっぱ模写がすごい重要らしいしで模写で飽き足りなくなったら自分なりのさポーズとかを取ったりでポーズとかもやっぱり人体構造をちゃんと把握してないとその変な形になったりするから。だから骨格とか顔とか体をいろんな角度になってるのをデッサンするのがいいらしいですね。なるほど、はい、普通に勉強になりますね意外と博識だな今野さんやっぱりオタクですからなので、たくさん炭治郎を描きなと思います。でも岩野さんが描いてほしい絵は炭治郎じゃなくて本当に描いてほしい絵って何ですか？クリスチャン・ラッセンバチコイ心理学。今日も YouTube 動画ご視聴ありがとうございます。我々はラジオで情報発信をしています。概要欄の Google フォームから我々のお便りをお送りください。そちらをラジオの方で紹介したいと思います。